ということで今回ポータブル電源メーカーのブルーティーさんよりこんなものをご提供いただきました。これが何かというとズバリスプリットタイプの大容量ポータブル電源になります。こっちが AC300 っていうものでこっちが B300 っていうものになります。この2つがセットになった商品を今回送ってもらいました。これがそれぞれ何かというとこの B300 こっちの方がバッテリー本体になります。でこの AC300 の方こっちがこう AC アダプターとかがついてて家電のコンセントを挿して、これをコントロールする部分ですね。でもってこう使用するときは、まあ、こう重ねるなりしてこうガタッとはまるんでこの付属のケーブルがあるんですけどこれをこの側面にこう刺せるところがあるんでここにこんな感じでガチャッと刺してこうロックしてあげればこう使えるようになるっていうそういった代物です。でもってこれここにもこう表記があるんだけどこれ最大出力3000W の容量3072Wh っていうこれとてつもないスペックを誇るポータブル電源になってます。でなんでこのスプリット型になったかっていうとブルーティーさんのお客さんの中に大容量で高出力のポータブル電源を持ち運びたいっていう要望がかなり多く届くようになったそうです。でその声に応えてこれが生まれたと。そう、自分もいろんなメーカーのポータブル電源所持してるんですけどこのクラスのポータブル電源になってきちゃうともうやっぱでかくてしかもかなり重くなってきちゃうんですよ。2人ぐらいいないともう持ち上げられないっていうぐらいの重さになっちゃうんですよね。そういう点でいくとこれこう分離して持ち運べるんで持ち運びはかなりしやすくなりますよね。自分前からこのブルーティーさん知ってたんですけどもう昔から斬新なこうポータブル電源を出すっていうとてもクリエイティブなポータブル電源メーカーさんになります。これ恥ずかしながら自分昔ブルエッティって呼んでてこれ正しくはブルーティーさんです。はい、ということでこれスペックとか実際に使いながらいろいろ見ていきたいと思います。でさっきもちょろっと言ったんですけど自分結構いろんなメーカーのポータブル電源所持してるんでもしかしたらそれとかと比べてここがなとちょっと辛口な意見も出てきちゃうかもしれないんですけどそれも合わせて、ちょっとやっていきたいと思います。これ最大出力 3000W で容量 3072Wh ってこれだけでも怪物級のポータブル電源なんだけどこれ中で使われている電池これがポイント高いです。これリン酸鉄リチウムイオン電池っていうものが使われています。それが何かっていうと一言で言うと寿命がめちゃくちゃ長い電池が使われています。こういったポータブルバッテリーってこう使っては充電し使っては充電しっていうサイクルでやっていくんだけどそのサイクルが3500回ぐらいあるっていうまあ一昔前の電池と比べると4倍ぐらいの寿命があるっていうそういった高性能の電池が中でこう使われているっていうところですね。でもってこれは注意点なんですけどこの2つは必ずこのケーブルでつないであげる必要があります。っていうのもこれをこう外すとですねこんな感じでこう動かせなくなると、はい、なのでこの2つはこれで必ずこうつないで使ってあげないと使えないっていう、まあ、それはちょっとデメリットですかね。ただですねこのつないであげるこれが非常にミソになっててさっきのこのつないであげた部分ありますよね。それのこここれを使ってあげるとさらにこんな感じでバッテリーを増設してあげることができるそうなんですよ。今回はこれ1個しか手元にはないんだけどこれをこうもう1個ここがですねこう溝が掘ってあってガチャッとこう動かないでこう乗せてあげることができるんですよ。でこれをこう2段にしてこう塔みたいにこうやってあげることで 6144Wh の容量までこう増設できるそうです。でしかもそれだけじゃなくてですねこのポートをフルに使ってあげればこれを4台まで増設できるそうです。その場合は 12288Wh になると。それだけあればもう何日も暮らせるぐらいの電力を賄えると。それだけじゃなくてですねこれ例えばこれ4台接続したとしてそのセットを専用のアダプターでこのバッテリーを8台までつなげることができてそれやってあげると200V の最大出力 6000W で合計 24576Wh までこう昇圧できるようになると。いやもうすごいですよね。なのでこれの最大の特徴とも言えるのがこの拡張性が高いっていうところなんじゃないかなと思います。自分の使い方に合った容量に後々こうカスタマイズできるみたいなそういったイメージですね。これを8個つなげたいわゆる最強モードだと自分の調べた限りだとこのポータブル界の中では
もうトップクラスの 1,2 を争うぐらいの最大容量を誇る組み合わせになる、そういった代物です。でもってこの実際に電力を供給するポート、これはもう正面にこう配置されてるっていう感じです。こういったこういうコンセントですね、家庭の家電をこう動かせるやつ、こんな感じで、このタイプはこう6つついてます。でこう USB-C100W で USB-A タイプ、ここに4つついてます。でこんなちょっと初めて見るようなこうポートだったり、 24V のこう DC、 あとは 30Ampmax って書いてあります。こんなポートもあります。でこっち側のここにも USB-C の100で、こっちが A でもってここに DC の 12V がありますね。こちら側にもいくつかこうついてるっていうところです。で、こうディスプレイはこんな感じになってますね。ここにこう残量今 100% って出てます。でここにもこうインジケーターがありますね。こう 20% 区切りで表示されてます。 1% 区切りの細かい数字はわからないんだけど、そういった場合はまあこっちを見ろっていうことなんでしょうかね。ちなみにこのディスプレイに関してちょっと表示は多いですね。これ初心者というか全く使ったことない人からすると、ちょっとだけうんこれ何みたいなのはあるかもしれないです。ちょっとこういじれるところが多いというか、逆に言うとかなりいろんな細かい設定をこうやってあげることができるようになってますね。運転モードとかもこういろいろあったりだとか、かなり細かい設定もこうやってあげることができるようになってます。ちなみにスマホのアプリでこのブルーティーさんのこの専用のアプリがあるんで、これをやってあげると簡単にこの本体とこのスマホをこう接続することができるんですよね。こっちはめちゃくちゃ分かりやすいです。こう視覚的にもこう動いてくれたりだとか、こう直感的に分かるようなデザインになってます。これ一度充電してるんですけど、その時もこのアプリから今どれぐらいこう充電してるよっていうのが離れたところからでもこう分かるようになってたりして、こういうふうにアプリ連携もできるようになってます。ということでこういった家電を実際に動かしていきたいと思います。まず電子レンジまず電子レンジっていうのもパワーワードですね。一昔前だったらこんなものを動かすっていうのはもう考えられないことでした。でこれ使うときはですね、こう挿して、でここからこれらのポートを使うためにここをこうオンにしてあげる必要があります。こうすると、はい、こんな感じで電子レンジが使えるようになります。ここがですね、ちょっとこの物理ボタンじゃないんですよ。なんていうんですかね、こうポチッと押すボタンじゃなくて、ちょっと細かいことなんですけど、これディスプレイがこうオフになってる時、この時にアクティベートしたいってなった時に、何回か押してじゃないとこれアクティベートできないんですよね。ここがオンオフだったら、このイエスノーというか、この選択いらないんじゃないってちょっと思っちゃいましたね。ちょっと細かいんですけどね。ここを押したら一発でオンオフ、オンオフオンオフみたいな感じで切り替えられると、手間が少しでも減るかなと。まあいいや、こんな感じで、まあ、オンにしてあげてこれで使えるようになります。はい、じゃあこの電子レンジでこの凍ったご飯温めてみましょう。1430W あたり出てますね。はい、まあ、こんな感じで、もう熱々のご飯がチンできました。これほんと一昔前では考えられなかったんだけど、これぐらいだったら余裕ですね。 99% です。もうこんな電子レンジクラスの出力も余裕でこう動かすことができます。次、ドライヤー、これもやってみます。使い方はもう簡単ですね。ここに挿して、てかもう挿すだけです。こうやってあげると、こうドライヤーも使えちゃいます。1171W 出てますね。続けてもう一個、
もう余裕ですね、余裕。2053ワットぐらい出てます。一回切ってこうやっても安定してドライヤーをこう動かすことができます。はい、こんな感じでこれだけやってあげても残りまだ 95% あります。ちなみにこれ UPS 機能も搭載されてるらしくてですね、停電の時も安心してこう使えますね。サーバールームの非常用電源とかそういったものにもこう安心して使えそうです。ちょっとまだまだいろいろテストしていきたいと思います。こういった DC ポートを使う時も同じような感じでここをオンにしてあげるとこう今アクティベートされたっていう感じですね。でもってここですね、この天板、こういうのがあるんだけど、これ分かりますかね、こういうワイヤレス充電に対応したスマホであればこんな感じで充電できるんですよ。しかもこう2個ついてるんで、こっち側でもこう充電できます。これすごいですよね。こういったタイプのポータブル電源見たことないんで、これはちょっと斬新だなと思いました。これアウトドアで使う場合もこれ非常に便利だと思います。何しろケーブルがいらないんで、こうすごいスマートですね。これはということで、結構自分が愛用して使ってるこのケルヒャーの高圧洗浄機 K3 サイレント、これも余裕で動かしてあげることができました。一周やってさらにもう一周やったりとか、下回りとかもちょっとやってあげたんだけど、どれぐらい、さっき 95% だったんですよね。で 92% ですね。なのでこういう普通車洗ってあげる分にはもう 3% とか、もっと念入りにやってあげても 5% とか消費するだけで、こういった高圧洗浄機も稼働させることができるっていうことが分かりました。であとはこういったブロワーですね。自分は普段は充電式のブロワーでこう乾かしてるんだけど、そういったものがちょっと家にないよ、こういうものしかないよっていう人とかだったら、これも動かしてあげられると思います。まあ、こういった具合にですね、仕事でこういうの使う人、大工さんとかもいいかもしれない。丸のこを現場に持ってったりとか、現場でラジオを聞いたりだとかもこれだったら余裕でできちゃうと思います。はい、ってな感じで、まあ、100ボルト溶接なんですけど、溶接も普通にできましたね。自分が所持しているポータブル電源で途中で止まっちゃう機種もあるんだけど、これは余裕でしたね。連続してやってあげても全然落ちることなく、動かすことができました。はい、こんな感じですね。 10% しか減らせなかった。はい、じゃあ最後に充電について。充電はですね、このケーブルがついてきました。これで行うようです。この側面のここをこう開けて、
このケーブルをここにこう挿してここ回します。でロックできたんで、あとはコンセントに挿すだけで、はい、こんな感じで充電が開始されます。さっき 90% だったんだけど、もうすでに 1% 充電されてます。ただしこれ分割式でこれを充電するんですよね。この付属のアダプターはここに挿す必要があるんですよ。だから結局これを充電してあげるためにはやっぱこのケーブルでつながってる必要があると。でもってですね、ここにこういうポートがありまして、これに直接挿す別売りの充電器があるらしいんですけど、それを買ってあげればこうやってわざわざつながなくてもこれ単体で充電できるそうです。ただそっちは別売りと。でもってここにはですね、これこのソーラー充電用のポートもあるんですよ。でこのソーラー充電用のケーブルについてはかなり付属してきました。これでこう接続してあげるっていう感じですね。こういった具合に。でこれをパネルに接続すると、でこういったものを使ってあげると最大2400ワットのソーラー充電ができるそうです。それを駆使すると最短 1.5 時間でこのバッテリー充電できるそうです。これはいいですよね。これは災害時とかに非常に役に立ちそうです。はい、ということで今回このブルーティーの AC300 と B300 使ってみました。使ってみて良かった点とここがなと思った点、それぞれ挙げていきたいと思います。まず良かった点はこの出力容量ともに素晴らしいですね。今回やった実験だけでも電子レンジ、ドライヤーで、ドライヤー2つで、高圧洗浄機で、溶接までいけたんで、これらができればもうほぼ家庭にある全ての電化製品を動かせるんじゃないかなと思います。で容量に関しても今回 10% しか減らすことができませんでした。なのでこれに関しては十分すぎるスペックかと思います。あとこれが最大6個までつなげられるっていう拡張性、これもいいですね。人によって使い方を選べると。であとこれ静かですね。騒音が今回全く出なかったんで、それは驚きました。でこのポートが多いってのもいいです。いろんなこう機器に対応してるんで、これもいいですね。であとこの中身のリン酸鉄リチウムイオン電池、これ寿命が長いってのもいいですね。でこの上の部分にこう置いて充電できるのも、これアウトドアとかでも非常に便利なんじゃないかなと思います。でこれ分割式ってのも持ち運びしやすいんで、これかなり斬新でいいんじゃないかなと思いました。であとこういったアプリ連携もこうできるんで、細かい設定もこうできるっていう風になってますね。でそんなところですかね。で最後にここがなと思った点、ちょっと辛口になっちゃうかもしれないけど、ちょっと言っていきたいと思います。まずはこのケーブル、これが太くてごついってとこですね。こう分けられるのはいいんだけど、これがちょっと非常に邪魔というか、運用するときにちょっと存在感をちょっと感じますね。であとはこの充電、これを充電してあげるためにこれで接続してから充電する必要があるんで、これ自体への充電がちょっと手間かなと思いました。でこれ単体に充電するときは別売りのこうアダプターが必要なんで、それついてればその煩わしさは1個減ったかもしれないんですけど、まあ、そんなところですね。であとこれ重さこれ分割できるのはいいんですけど、やっぱちょっと重いんですよ、うん、こっちは22キロです。こっちはまあまあいけるんだけど、こっちのバッテリー本体、これがめちゃくちゃ重いです。こっちはさっき測ったんですけど 36.8 キロぐらいあります。でこの2つ重ねて、でなおかつこれも絶対必要なんで、この最低限動作するこのセット全部合わせると60キロ近くあります。まあそれは分割するよなっていう感じです。ただ他社メーカーのものとかだとそもそも分離できないんで、その同じぐらい50キロ60キロあるのかな、そういうものをこう運ぶときは本当2人がかりでやらなきゃいけないんだけど、これだったらギリギリ1人で運用できるんで、まあそうですね、分割できるのはありがたいです。ただトータルで見るとめっちゃ重いです。でこう積み重ねると結構でかいです。なのでこれ車中泊とかで使おうと思うと、これちょっと厳しいんじゃないかなと思います。相当こう場所を取られるんで。であとはこのディスプレイですね。ディスプレイが正直個人的にはちょっと見にくいかな。この輝度が低いというか、なんかちょっと淡い感じ、ちょっと外にいると見にくいかなってのは正直あります。であとはこの UI 周りですね。なんかこうなんていうんですかね、これを押せば瞬時に切り替わるとかっていうわけじゃなくて、このポートをオンにしたい時に物理ボタンじゃないんですよ。だからこの画面を一回タッチしてこう表示させて、なおかつオンでオンオフしますかをこう選ぶんで、ちょっとここが手間かな、うん、
どっか持ってって一番最初に絶対やるこの作業なんで、この手間は少ない方がいいかなとは思います、うん、そんな感じですかね。ただやっぱりこう分割できるっていうのは非常に斬新で、こういろんなとこ持ってくにも車とかに乗せて運ぶにも分割できるに越したことはないんで、これは非常に、うん、いいアイデアだなと思いました。なので個人的にこれどういった人におすすめかというと、車中泊とかでサクッと使うっていうよりは、もうなんか据え置きで家庭用とか会社用の補助電源として使うとかっていうのには非常にいいんじゃないかなと思います。あとはこの拡張性があるんで、このバッテリーをいくつも接続してあげればめちゃくちゃ長い時間使えるんで、野外イベントをやる方だとか移動用のキッチンカーとかやってる人とかにもいいんじゃないかなと思います。あとはあの会社のサーバールームの非常用電源とかですかね、うん、そういった使い方に非常に向いてるんじゃないかなと思います。ということで、今回はブルーティーさんの AC300 と B300 の紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。